米倉博正は、日本の実業家。学位は、経済学修士。住友科学株式会社相談役、一般社団法人日本経済団体連合会、名誉会長、経済産業省産業構造審議会会長、住友科学工業株式会社代表取締役、社長、会長、社団法人日本経済団体連合会副会長、 石油化学工業協会会長、社団法人日本化学工業協会会長、一般社団法人日本経済団体連合会会長などを歴任した。祖父と父は神戸でゴム製品工場を経営していた。祖父の弟は同社専務取締役として釜山の視点、工場を管理した後、朝鮮総督府の意向で設立された三和ゴムの初代社長。 釜山近辺のゴム製品会社約10社を連合した、朝鮮半島最大のゴム製品会社だった。2011年4月17日、全米商工会議所会頭トム・ドナヒュー、アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントン、外務大臣、松本武明とハット、年収1億円超の上場企業役員443人。 リスト東洋経済オンライン2015年3月18日、経団連米倉会長年収1億円長も、自宅は幽霊屋敷女性自身2013年3月11日。経団連元会長の米倉広正さん死去、住友科学相談役、朝日新聞、https、www. 朝日 .com、articles。 アスルシッピー5 2 w 3 l c ファ α a 2 d HTML2018 年11月21日、閲覧。米倉博正氏が死去元住友科学社長、元経団連会長。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。 クスム三3802兆6950億2111万2018 mm80002018 年11月21日閲覧小米倉博正氏に肖像らい引く時事 .com2018 年12月14日官千7416号平成30年12月25日政府 税調議論法人減税矛盾紛失2010年12月12日新聞赤旗。経団連会長、尖閣映像流出、日中関係沈静化の流れに反する2010年11月8日、日本経済新聞 ABC、経団連会長、代表選控えた首相に参事。日本経済新聞、 http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASFS1003FQ2A910C1PP80002012 年9月10日閲覧経団連会長民主代表選問題解決できるリーダーの選出を日本経済新聞 https://megalodon.jp:/2012-0910-2054-19/www.nickey.com/.article/.dgxnasfl100jiq2a910c100 万2012年9月10日、閲覧。原発、津波に耐え素晴らしい原子力行政、胸を張るべきだ。 経団連会長が発言北海道新聞2011年3月17日、経団連会長政治の態度を疑う、NHK ニュース2011年5月9日、経団連会長が、発送伝分離に否定的見解、同期が、不純と、苦言ロイター2011年5月23日、首相との出し、首から、上の質違う。 経団連会長読売2011年8月29日。電力の財界支配と旧電暴走。日経ビジネスオンライン2011年11月28日。日本が引き起こし遺憾イコール。尖閣問題めぐる。日中悪化。米倉経団連会長。時事実信社 http://www.jiji.com/.jc/.zc, k イコール20万1210、2兆121億90万6862012年10月14日、閲覧。ありがとうございます。